リップスを行う際は十分な強度の椅子を使うこと。立花先生はうちの学校の先生なんですよ。そうだったんですか。じゃあ今日はみんなでトレーニングをしていきましょう。入会します。うちのおかんも年を取って怪我の回復が遅くなったっていつもぼやいてますよ。さくらさん、もしかして喧嘩売ってる？私、何かまずいこと言う。ほら、二人も余裕を持って扱える重量でやっているでしょ。確かに。僕も無理せず、ちゃんとしたフォームで鍛えられる重量を心がけてます。ダンベルカールなら50キロくらいですね。果たしてこの人は私と同じ種族なんだろうか。まあ、挨拶は後にして飯食おうぜ。わかったわかった。たくお前は食い地が張ってるよな。それじゃあ食べましょうか。うっしょー、飯だ飯。あれ、なんか遠近感おかしくね。なんかポーズいいっすか。もちろん。それじゃあ行きます。てめえらの肉は何キロだ。意味不明なセリフつき。さすがに生徒バレはきついからな。うお、あのレイヤーさんすげー人気だな。大胆なコスプレね。なっているの。あれ、聞き覚えのある声。マスと思う。マス、マス、マスキュラー。でかい、でかいわ。マジオさん、無理にポージングにつなげなくていいよ。この時、体がやや前傾姿勢になるように意識します。なんか音声出てきた。てか、見覚えのある人も混ざってるような。